2021年度子どもたちの心を育む活動、受賞団体特定非営利活動法人インフィニティ長崎県。活動テーマは子どもの子どもによる子どものための町です。仕事をして給料をもらい、稼いだお金で買い物をする、税金を納めるなど社会の仕組みを学べる子どもの町を17年継続して開催しています。企画運営を担う小学5年生から中学生のスタッフは自分たちで講師を依頼して政治、経済、税金の学習を行うほか、フィールドワーク、インターンシップなどの経験を町づくりに生かしています。毎週日曜に行う準備の場は子どもたちの居場所にもなっており、初参加の子どものサポートや課題解決への試行錯誤などを通して自主性や協調性、自己有用感が育まれています。子どもが子どもを助け、町を助ける自治の精神が根付いています。